早速話ってのを始めようじゃないか。そうですね。まず今までのところをもう一度確認し、それから叱るべき対応策を考えるということで。まず私たちはパワーストーンでベンツェルの超回復能力を防ぎました。あとはどうやってヤツのテレポートを防ぐ。聞こえているか、愚かな人間どもよ。やつか。愚かな人間どもよ、よく聞くがいい。私は今まで兵士や魔法使い以外には攻撃を仕掛けなかった。それは来たるべき我が支配のためだ。だが一部の愚か者のために私の気が変わりかけている。そう、これからは無差別に人間を殺す。なんだと。それを望まないならすぐさま我に屈せよ。だが考えをまとめる時間も必要だろう。そこで寛大な私は数日だけ待ってやることにした。まずはパワーストーンを差し出せ。それさえも拒むというなら、この場で村一つを吹き飛ばしてやる。やつめ、どこかの村を人質に取っている。さあ、パワーストーンを持ってフローニュ村まで来い。急いで来なければ、私の気が変わるかもしれんぞ。ははははは。村のみんなが人質に。ねえ、どうするのよ。どうするってことだな。そりゃもうパワーストーンにエネルギーは残ってないけどさ。かといって渡してしまうのはどうでしょう。数十年経てばエネルギーは補充できるんでしょう。そう言われると、俺は渡さない方がいいと思うぞ。やつが約束を守るとは思えない。アリオストさんはどう思うの。確かに村の人々のことは心配です。でもそのためにベンツェルを倒す決定的手段を手放してしまって、こんな時フェザリアンなら確実に渡さないと言い張るでしょう。二人はどう思いますか。渡すべきではないでしょう。私もベンツェルを信用できません。で、どうするエリオ。わかりました。パワーストーンは渡しません。代わりに我々で何とかする手段。大変です、陛下。どうしたのですか。市民がベンツェルに従えと城に詰め寄っております。なんだと。ネイブス。あ、奴の言う通りにしろ。私たちにまで攻撃するって言ってるじゃない。お前たち、あれが敵の罠だとわからないのか。戦う力のある奴はいい。だが、俺たちはどうなる。そうよ、私たちに死ねというの。皆さん、落ち着いて。
ないことになってる。どうなさいますか。このままでは収まりはつきません。一番たちの悪いことが起こっちまう。どうしたら納得してくれるのかしら。皆さん聞いてください。これからパワーストーンを渡しに行きます。どうか落ち着いてください。本当か。本当です。皆さんの安全は我々が守ります。だから落ち着いてください。そういうことならごめんなさい。皆さん勝手なことを言ってしまって。仕方ねえよ。俺たちの敵はベンツェルであって市民じゃない。むしろ市民を守るのが俺たちの役目だ。そうだよ。だから気にしちゃダメだよ。ありがとうございます。それじゃあ早速パワーストーンを届けに行くか。その役目私にお任せくださいませんか。陛下は私におっしゃいました。人々の生活を守れと。これぞ名誉挽回の機会です。それにあなた方が出て行きベンツェルにいらぬ警戒をさせたくはありません。ここは私めにお任せを。わかりました。パワーストーン。私が近くまで送っていくね。テレポートを使えば一瞬だから。かたじけない。ありがとう。あなたはすぐに戻ってください。奴に見つかってどんな行動を取られるかわからない。うん、気をつけてください。よし、行くぞ。来たか。約束のものを持ってきた。村人を解放してもらおうか。交渉事は対等でなくてはいかんな。パワーストーンを見せてみろ。これだ。本物のようだな。よかろう。おい、村人を避難させろ。これでいいだ。いまいましい使命だが、これさえなければ。実にいい気分だ。さて、これで心置きなくこの村を破壊することができる。何？貴様最初から？約束など対等の立場でなければ成り立たんのだよ。この私と愚かな人間とで対等だと思っているのか。さあ、
私の力を味わいながら死ぬがいい。さて、これで心置きなくこの村を破壊することができる。何？貴様最初から？約束など対等の立場でなければ成り立たんのだよ。この私と愚かな人間とで対等だと思っているのか。貴様。さあ、私の力を味わいながら死ぬがいい。クソ、やっぱりこうなりやがったか。アーネスト。僕が渡そうなんて言わなければ。不安だって始まんねえ。そんな時間があったら奴を倒す手段を探そうぜ。この辺りは大丈夫だったんだね。これは一体どうしてしまったのですか。母さん。ベンゼルがね、この村の人を人質にしてパワーストーンを差し出せって。それでパワーストーン渡したのにこの村を壊しちゃったの。パワーストーンを渡した。今もベンツェルが持っているのですか。いや、やつはその場で壊しちまったようだ。そんな、やっぱりいけなかったでしょうか。パワーストーンが壊されてしまったなんて。それではベンツェルを倒したとしてもこの世界を救う方法が。詳しく話してくれ。パワーストーンが時空制御装置の要だという話はしましたね。あれがなければ制御装置は動きません。つまりこの世界を維持できないのです。現在徐々にではありますが、二つの世界は元の位置に戻ろうと離れ始めています。それを止めることができるのは時空制御装置、もしくは時空を操ることができるベンツェルの。それってベンツェルの言いなりになれってこと？降参するしかないってこと？悲しいことですが、パワーストーンをもう一度作るには少なく一国の民ほどのグローシアンが必要になります。事実上不可能としか言いようがありません。奴を倒したところで世界は破滅に向かうってわけか。だったらベンゼルに支配された方がいいっていう人いっぱいいそうだね。うん、そう思われても当然だもんね。俺たちが今までやったことは無駄だっていうのか。クソ。ここで諦めてしまうとあの人に笑われてしまいます。私は私で別の方法を考えてみます。
母さん。アリオスト、あなたはあの人の息子なのですよ。最後まで諦めないで。もうルイセちゃんだけだもんね、グローシアンって。一国の民ほどのグローシアンか。私一人の力じゃそんなの無理だよ。みんなグローシを使えるといいのにね。グローシアンの力がもう少し解明されないとダメだ。アイリーンの治療法すら分かっていないのが現状だからな。そういえばブラッドレー先生、ペンダントを調べてくれたかな。目的地を選んで。いらっしゃいませ。おお、君たちか。あの、アイリーンさんたちは。残念ながらまだ治療方法は見つかっていない。それにあのペンダントだがね、あれにグローシアンを戻すような効果は全くなかったよ。でもでも、それじゃどうやってルイセちゃんは戻ったの？私、目の前で見たんだよ。それでなんだがね、あの時の状況を詳しく教えてもらえないか。あの部屋にいたのはルイセちゃんの他には私とこいつだけだったよ。それでルイセちゃんがペンダントにかけた誓いってのが、こいつが涙を流すことだったんだけど。君が涙を流す？こいつの涙にグローシを戻す能力とかあるのかしら。いや、涙にそんな効果はないだろう。涙というものは実は常に流れているものなんだよ。それが多くなり溢れた時に目からこぼれる。もし彼が涙を流すだけでいいのなら、もっと早くルイセ君が戻っていただろう。それじゃあ一体何がルイセのグローシを戻したってんだ。私は涙そのものではなく、涙を流した時の精神状態に興味があるね。儒学でいうところの念だ。念？魔法を使う時にもその精神状態は大切だろう。つまり彼かティピ君が無意識のうちに何らかの能力を発揮したのではないかと思っている。私、あの時だけ何かを念じたって覚えはないよ。うん、とすると彼に秘密がありそうだ。こいつに？何にしろ試してみるに越したことはない。早速やってみよう。準備は整った。他のみんなも心配してるんだけど、どうして私たちだけなの？
できるだけルイセ君の時と同じ状況にする必要があるからね。さて、今回はルイセ君の代わりにアイリーンにいてもらうわけだが、君たちにはあの時と同じ精神状態になってもらいたい。ここに寝ているのはアイリーンではない、君の妹ルイセ君だ。さあやってくれ。思い出すのよ、あの時を。ルイセちゃんを思って涙を流したあの時を。ん？これは？あんたならできる。私信じてるから。歪み系が。収まったか。しかし今の歪みは。あ、ちょっと、どうしたのよ、ねえ。なるほど、彼はゲベルが作り出した人間の複製品ということか。だからあれほど強く時空を操れたのか。彼もヴェンツェルと同じく両方の世界の存在だからな。だが問題が一つあってな。あ、気がついたみたい。お兄ちゃん。お兄ちゃんすごいよ。やっぱりお兄ちゃんだったんだね。お兄ちゃんだったんだよ。私の時もお兄ちゃんが直してくれたんだ。アイリーンさんも元に戻ったんだよ。あ、アイリーンさん。具合はどうですか？もうすっかりいいみたい。ありがとうございました。おかげで私はこうして。あのね、お兄ちゃん、驚くことがもう一つあるんだよね、先生。その通り。あの場にいた私も今やグローシアンだ。ねえ、すごいよね。お兄ちゃんがいればみんなをグローシアンにできるんだよ。これでもう一度パワーストーンが作れるかも。パワーストーンだと？うん、グローシアンがいっぱいいればパワーストーンが作れるんだって。で、それがあればヴェンツェルからこの世界を取り戻せるかもって。そのパワーストーンを作るのにどれぐらいのグローシアンが必要かは知らんが、彼の能力はもう使わない方がいいと思うぞ。え？彼に時空を歪ませる能力があることは先ほどの観測から分かった。だが問題があってな。時空を歪ませるたびに二つの世界を重ねている力が弱まってしまうのだ。それって世界が二つに戻っちゃうってこと？そういうことだ。より多くの人をグローシアン化することはそれだけ時空を歪ませることになる。そんなことをすれば簡単に世界は分かれるだろうな。だが元の世界はもう人が生きてゆける状態ではない。そのことなんですけど、そのためにパワーストーンが必要なんです。それがあれば時空制御装置を動かして世界の分離を止めることができるんです。そんな装置があるのか。どうして？理由は二つある。一つは彼の体力の問題。今回の衰弱から考えるとあと 1,2 回が限界だろうからな。そしてもう一つはパワーストーンを作れるだけの人数をグローシアン化する前にこの世界が分離してしまうという可能性だ。せっかくいい方法が見つかったと思ったのにな。まったくジレンマだな。とにかくみんなのところに戻ろうよ。よう、お手柄じゃねえか。お兄様すごい。まさか普
通の人までグローシアンにできるとはね。でもね、さっきみんなで話してたあの方法はダメだって。何？こいつがあの能力を使うと時空が歪んで世界の危機になっちゃうんだって。それにあと 1,2 回使うのが限界だって。そうか。何かいい方法ないかな。目的地を選んで。